ちは。この番組では坂井家のコンシェルジュ白瀬泰三おじいちゃんとイギリスウェールズ出身の孫娘私ジェーンが堺市内のホットな情報をお伝えしていきますね。今回は私ジェーンが担当します。さて今回のコンシェルジュ堺さんちの出来事では船寄せ踊りの話題をお送りします。そして特集コーナーでは堺インフォメーションタイムいったこともっともっと堺をお送りします。それでは堺さんちのコッシェルジェスタートです。浴衣やハッピー姿の住民らが伝統の踊りを心ゆくまで楽しみました。無形民族文化財船寄せ踊りは毎年8月15日の夜、旧北陸道の宿場町として栄えた丸岡町船寄せ地区で行われている盆踊りです。船寄せ踊りの起源は戦国時代、船寄せに館を構えていた朝倉義景の家臣黒坂景久が姉川の戦いに出陣するときに領民が影人たちの武運を祈って踊ったのが始まりとされています。その後江戸時代になると旅人や農民らが一晩中踊り明かす祭りに変わっていったそうですよ。今年は台風の影響で16日になりましたが、揃いの浴衣やハッピー、早乙女姿の住民らが船寄せ踊り保存会の音踊りの歌や三味線の音色に合わせゆったりとした踊りを楽しみました。船寄せ踊りは歌に合わせながら両手を交互に上げ下げする素朴な踊りが特徴です。誰でも気軽に参加できる踊りなので一度参加してみてもいいですね。後継者がなかなかね、出てきていないもんですから、今後後継者を作るためにもですね、小さいジュニアを育てて多くの踊りの方を集めたいというふうに思っております。船寄せ踊りを通じてですね、市民の皆様方にね、この船寄せ踊りそのものを理解していただいて、お盆のこの船寄せ踊りの輪の中に参加していただきたいなというふうに思っております。長い年月を経てなお受け継がれていく伝統芸能船寄せ踊り、これからも絶やすことなく次の世代へと受け継いでいってほしいですね。楽しい毎日をコッシェルジュ。5歳児担任の倉中です。城の子保育園では自然と音の保育を柱にしてさまざまな活動を行っています。食事が基本という考えから、毎朝年長さんは自分たちが給食で食べる分のお米研ぎをしています。手つきもだんだんと上達し、お米を大切にする気持ちが養われてきています。キリン組の子どもたちは体を動かすことも積極的です。運動会に向けたリレーやマラソンの練習では忍耐力がつくなど心の成長も伺えます。ドッジボールやしっぽ取りなども大好きで、楽しみながら体力づくりをしています。園庭や畑では季節ごとに野菜を育てています。収穫の時期には採れた野菜の数を数えるのが子どもたちの楽しみになっています。丸岡城に見守られ、
地域の人に見守られ、子どもたちは毎日明るく元気に過ごしています。大きくなったらホテルで働きたいです。大きくなったらパイロットになりたいです。大きくなったら保育園の先生になりたいです。大きくなったらサッカー先生になりたいです。大きくなったらケビンアテンダントになりたいです。大きくなったらサッカー選手になりたいです。プールが大好きなのでいっぱい泳ぎたいです。大きくなったらサッカー選手になりたいです。大きくなったら保育園の先生になりたいです。大きくなったらおもちゃ屋さんになりたいです。大きくなったらパイロットになりたいです。大きくなったらモデルになりたいです。大きくなったらお父さんのお家でゲーム作る人になりたいです。大きくなったらバスケット選手になりたいです。大きくなったらパイロットになりたいです。大きくなったらキャビンアテンダントになりたいです。大きくなったら新幹線の運転手になりたいです。大きくなったらサッカー選手になりたいです。大きくなったらアイドルになりたいです。大きくなったらバーグになりたいです。大きくなったら病室屋さんになりたいです。大きくなったらケーキ屋さんになりたいです。インフォメーションタイムいっとこでは、市民の皆様にこれはぜひ言っておきたいという有益な情報をお伝えします。今回は4つの言っておきたい皆さんが集まりました。いっとこ、この機会に日頃の悩みを解決しましょう。秘書広報課からのお知らせです。堺市では総務省福井行政相談センターと共催で10月30日水曜日午後1時から4時まで、ゆりの里公園内のユリームハリエ交流ホールで1日合同行政相談所を開設します。相続、登記、税金などの専門家が一堂に会し、日頃の悩みにワンストップで対応します。相談は無料で秘密厳守、予約は不要です。堺市では初の開設ですので、この機会にぜひお越しください。お問い合わせは堺市秘書広報課、電話503012まで。皆様のお越しをお待ちしてます。堺市には素敵な風景がたくさんあります。三国流商館からのお知らせです。ただいま当館にて子どもが描くふるさと堺絵画展を開催中です。ふるさと堺の風景について堺市内の小学生の皆様から
今年もたくさんの素敵な絵画が集まりました。特別賞10点、佳作20点、入選170点の作品を10月14日月曜日まで当館にて展示しています。お問い合わせは三国流昇館、電話 82-5666 まで。ぜひ子どもたちの目から見たふるさとの風景を会場でご覧ください。行ったか。赤ちゃんも楽しめるクラシックコンサートです。ハートピア春江からのお知らせです。0歳からのクラシックコンサートを10月22日火曜祝日にハートピア春にて開催します。その名の通り赤ちゃんから入場可能なコンサートです。聞くだけではなく音楽とともに体を動かしたり楽器に触れてみたり様々なプログラムでお送りします。チケットは窓口にて販売中です。お問い合わせはハートピア春へ、電話 51-8800 まで。ぜひ親子でご参加ください。歌声喫茶と聞いてピンとくる方はぜひ。三国未来ホールからのお知らせです。第2回歌声喫茶 in 三国未来ホールを12月8日日曜日に開催します。去年も大好評いただいた歌声喫茶、懐かしの歌謡曲や童謡を歌い体の芯から温まりましょう。堺市で人気のポッセコーヒーのコーヒー、お茶菓子もあります。お問い合わせは三国未来ホール、電話 82-7200 まで。皆様お誘い合わせの上ぜひご参加ください。せーの、いっとこ。気になるいっとこ情報はありましたか？次回もお楽しみに。笑顔あふれる家族を欲せるぜ。